7月29日水曜日午前4時6分を回っています。ラジオ深夜便、辰子山博恒がお送りしております。心の時代です。今日は生命の意味と題しまして、京都大学名誉教授で生物学がご専門の岡田時人さんと、京都精華大学名誉教授で宗教学のご専門の笠原義光さんの対談を放送します。まず笠原さんからです。今日は、生命の意味というテーマで、発生生物学の専門家でいらっしゃる岡田時人さんとお話をしていきたいと思っています。で、初めに少し雑談風ですけれども、岡田さんは、生物学以外にいろいろのことに僕は興味があって、文学とか哲学とかですね、あるいは、音楽とか、あるいはスポーツにも大変堪能であると伺いましたけれども、そこで、今日のテーマが生命の意味ということでございますけれども、岡田さんは生物の発生ということで、ご専門なんですけれども、生物にとって一番大事というか、生物が生物たるゆえんはやっぱり生命だと思うんですけれども、この生物にとって生命というのがですね、どのようにしてできてきたかというような、つまり生命の発生といいますかね、生物の発生なんですけれども、それについて一言に言いますと、遺伝子という設計図を、それはある程度与えられているわけです、でそれ自体は生き物ではありません。遺伝子自体は、DNA というのは時々この頃皆さん間違って、まるで DNA が生き物みたいなことを言います。あれ全然間違っております。マテリアに過ぎません。物質に過ぎません。で、その物質が、また他の物質と相互関係を持ちまして、そして物質の信号が、タンパク質という格好で読み取られてしまうわけです。これタンパク質の物質です。タンパク質がその、何千何万と、こう揃ってきますと、そのタンパク質のいろんな総合関係から、必然的に、その細胞が分裂したりですね、細胞が分裂しますと必然的に生き物が大きくなりますから、もう成長になります、それからそのタンパク質の何万というタンパク質のいろいろ違いができてくると、この違いをどう出せというのもまた設計図にあるんですが、これが難しい、何もわからない話ですけども、違いが出てきますと、やっぱりあの生き物のどちら側に頭が来て、どちら側におっぱが来て、で足は何本つってと、いうようなことになってきて、設計図はだんだん読み取られまして、我々が現実に見るような生き物の形になると、こういうことになります。一番よくわかるのは設計図です。普通の設計図でしたらね、設計図というものがあって、その通り今の家を建てるってことになるんだけど、設計図が読み取っていくっていうのをちょっと説明していただきます。一番大事なことを覚えてやりたいのは、知っていただきたいのはやっぱり時間があるっていうこと。時間ね、これ在外のパーティーでしたが、これ聞いた形で非常に随分そのしっかりと気になりました。それでこの方がね、私にね、今バカのできるかできないか別として、一匹の持ってる生物の物質がみんな分かったとする、そうするとそれをこうかき混ぜていただいて、生き物がまたできるかという質問をおっしゃった。新しい理由に、新しいんですよ。元の通り復元するにしろ、良い質問やと思います。非常に謙虚に質問してもらいました、で私はこれは脳なんです、なぜかというと、それは時間がありませんでしょ。かき混ぜるということは生き物の時間を与えていないですから、かき混ぜたらできません、自然に時間によってできる。そうです。やっぱり B という事象が起こるためには A という事象が前に絶対ないといけない。だからドミノ、そういうドミノ、生命というのはですね、今のお話の中でですね、どの辺から生命というんですか。物質でしょ、生命ですか。生命というのは、我々普通の
はい、常識的な考えで言いますと、生命というのは何か物質でないように思うんですよね。生命物質でありませんね。ねえ、はい、ところが物質から生命が、生命である、生命体である生物ができるわけでしょう、はいはい、物質から生物はできます。生物はできるね、はいはい、その時に生命というのはどういう段階というか、どういう瞬間というか生命というんですか。あの物質である、生物は生物が生命を持っております。持っている、持っております、持っている。そうすると命でなく生物でもない生命というのはどこに置くかということになると、うんうんうん、これはやっぱり生物ですぞ、うん、生物の働きですな、やっぱり、うん、人間も生物ですからね。人間も生物ですから、うん、やっぱり人間も生物ですし、例えば植物、うん、人間ややこしいといった語彙がありますが、極めて複雑でございます、はい、例えば植物じゃないことしましょう、はい、植物ね、はい、植物のね、命というのは素晴らしいもんですよ、はあはあ、例えば無機物質から、糖分とか何とかいうのを作れる、有機的なものは作れる、自分の体を作れる、植物だけですからね。ああそうか、これすごい生命なんですよ。うん、これはやっぱり生命ですね。有機物から有機物は作れる、はい、植物だけやりますからね。植物だけですか。ところがそれの場合はね、うん、植物は非常にはっきりしたことは、例えば葉緑体と、あ、緑があればそれやってる、それやっとるわけですから、まあ緑にがそのこれはまあ緑というのは生命、もし緑を強気としますけどあの生命の証みたいな、あのシンボルカラーになりますけれど、ね、僕理由は非常にあると思います。やっぱり葉緑素みたいな、ね。はい、そうじゃ、その理由がどこで僕が見つけられるかというと、やっぱりそれは科学について見つけておりますから。ああ、科学の上に立って理由を見つけますから。うん、そうしますと、今加藤さんがおっしゃった命でない生命という話になりますと、これは生物の、うん、生物の、何て言うべきでしょうか、統合機能とでも言う、統合された、うん、統括された、あるいは制御という言葉、制御についてもよろしいですね。そういうところへ、コントロール、はい、うん、そういうところへ近づいてくるように僕は思います、うん、しかしあの生命、命と言いますでしょ、僕はやっぱ相変わらずそれにあの引っかかったんですよ。あ、じゃあ大事なことじゃないですかね、あの生命が命と呼べるっていうこと、大事なことでしょ、だから命と呼べるから、まああんまり生命という、生命科学という言葉は僕の心情としては矛盾しとるなと思っとるわけです。生物、人間も生物であるというふうに申しましたね。もちろんその通りですけれども、その生物とね、人間というのがね、どのように違うのか違わないのか、はい、人間はどこまで生物かというような問題についてちょっとおっしゃってください、はい、それは私に聞いておられるんですか。一応そうですよ ね。生物学的見解を言えとおっしゃったら、いや、まああのこういう時間ですから、必ずしも生物学的見解なくてもいいですよ。何も違いません、ね、それ違わない、何も、それ僕は、ね、全く生物であると、人間は、あの僕今これがぜひ言っておかないといけないこと、うん、あのね、それは全く違わない、全く人間は生物である、人間は生物だ、それで人間と、うん、人間に一番違い、類人猿、類人猿の違いというのは、うん、まあ蓋を開ければ、うん、びっくりするぐらい違いすぎない、違わない、違わない、違わない、はい、うん、あの極端に言えば、まあ殿様がやると、アマガエルの違いよりも少ないぐらいです。ああそうですか、はい、あ、やっぱそれよりはそれは現実なんですよ、うん、その現実をやっぱり現実の基礎に立って人間というものを考えてほしいというのは生物学の側からの発言です。あ、人間というのは僕自身人間です、さっき言いましたように、あの情緒から人間ですから、あのチンパンジーの情緒よりはちょっとええのではないかと思いますがあのそれはもう現実はそうなんですけども、やっぱり一方科学の示す現実が、うん、殿様がやったアマガエルぐらいしか違わない、うん、というのが、これは真実ですので、ああ、その真実の上に立って人間ではないかと、つまりちょっとしか違わないんですよ、うん、それは ね量的、まあ、こういう言い方がいいか悪いか分かりませんが、はい、量的な違いと質的な違いってありますよね、
僕ら常識的には人間は量的には限りなく生物に近いけれども何かですね、こういう言い方も妙かもしれませんが質的なものが質的っていうのはいいとか悪いとかが別として質的に違うものが人間にあるんではないかというのが普通のに我々の感じなんですけど、それは質的に何か違うのがあるということは我々が落ちていたからいかん。あ、そうですか。はい、生物学は。生物学は生物学ではそういうことはない。それは本当のことを言うとね、やっぱりね、そういうのをねにチャレンジしてる男がおる人はおるんですよ。あ、そうですか。元々の声があるな、チャレンジしてる、例えば遺伝子というものはね、この調べてみますとね、例えば人間が本当に違わないんですよ、ちょっとしか。そうすると人間固有の遺伝子があるかと、いうようなことをね、確かにチャレンジしている仕方はおるんですがね、どうもはかばかしくないですよ。あ、そうですか。はい、それでね、そういうことから考えると、つまり量は本当にちょっとなんですよ。その量がちょっとっていうのは質の違いではないと。しかしその量の違いが、いかに質の違いを生むかと、いうことが、量が少ないからね、質も大して違いないなというようなことは絶対に言えませんから、やっぱり量が質に大きな質をもたらしたことが何であるかと、いうことを科学として知りたいというので、例えば脳の研究をするとかね、ということになるのですが、僕はあんまりそういう研究を見せてくれありません。あ、そうですか。僕はむしろそれよりも、そのようなことは量がほとんど違いないという大現実に立ってですね、その現実がまたどう考えたらいいかということについて、やっぱり科学の方もいろいろディスカッションに加わりますから、むしろ指導権は、より人間そのものの情緒のとか心理というのはちょっと心はややこしいですけど、哲学とか、というような方が何か与えられるものがあるかと、逆に、はい、具体的におっしゃっていただく時代に来とると思いますよね。もうちょっとそういう常識的なことを申しますとね、人間はですね、単なる生物じゃないと、そして例えばですね、人間には言葉っていうのがあると、動物には言葉は、声はあったり叫びはあるけど言葉はないという説もあればですね、これは必ずしも正確にないと思うんです。あるいは人間は道具を用いることができると、ところがチンパンジーも道具を用いるんだそうですけれども、だとか、あるいは人間は脳の発達がね、もう極度に高度であると、これはもうチンパンジーも及ばないというようなふうに言う説が常識としてはあるんですよね。で、私なんかもですね、人間には自己というね、自分自身という意識があると、果たして人間以外の生物に自己という問題があるかどうか、この自己という問題あたりが私どもから言うと宗教の問題なんかに通じてくると思うんですけれども、そういった問題についてはいかがですか。自己ということは、私はわかりますよく。やっぱりつまり自己があるから人間悪くするのでね、いろいろ自己は自己はよくわかりますが、つまり自己の科学的な基本ということになるとね、非常に科学的な気を科学的ということになるとね、言うてしまうとね、砂かむようなことになって恥ずかしいんですが、これは魚から上の生物は皆持っております。あ、そうですか。はい、多かれ少なかれ、多かれ少なかれ、それはね、もうおよそね、哲学的な概念における自己のその考察に役に立つかどうか、役に立つというね、ことをこの諸説を出しておられる医学生物学の先生方もこのおらおります。そうですか。しかし魚からみんな持っておりましてね、どんな格好で持っとる、どんな形で持っとるかというと、自分の体の中へ他の細胞が入ってくると、みんな追い出すと、ああ、なるほど、いう格好で持っとるわけです。ですからこれのおかげで自己防衛というか、自己防衛、そうですね、はい、細菌も何も入ってきたらみんな追い出したわけです。ところがこれのおかげで移植やできないようになっております。できないようになっております。受けつのがこの自己をね、受付を許すことが時々起こるのです。不思議なことに、例えば精子受け取りますな、頭がね、それから母体は、お母さんは、体の中に子供を持っとるわけです、子宮の中に、子供は明らかに、お母さんと違います、もう遺伝的に違います。でそれは
ちゃんと例外を作ってもよいと、うん、どうあのメカニズムがね、うん、やっぱりちょっとやっぱりちゃんと働いておりまして、ね、うん、それまあ台湾茶の、ね、役立つんですけども、うんうん、でそういうようなことになりまして、ね、あの子という概念は、ね、すごく生物学のここにありますよね、進化の上のところで大きいです。本当にこう思っとんだ、この上の上のところのだけですけれども、子というのは個人のこと、個人のこと、はい、うん、下の方は、ね、こうはありません、うん、こうはありませんから、あの病気にかかった時の、うん、病気にかかった時の対応の方法が違います。ああ、そうですか。でだん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 対応の方法が能率よく、うん、かつ複雑なものにだんだん変わってきまして、うん、それと並行して、うん、あの脳も発達して、うん、そしてこう動物と、人に至る動物の、あの進化の極化が出るんですけどね、うん、だからこうというものがこれあるんですよ。非常に面白い生物学のあり方としてあるんですが、はい、生物学的属性として、はいはいはい、あの哲学全ての生物にはそういう属性があるわけですか、はい、はあ、こうになっていく、魚以上は、うん、自己意識を持つような自己、はい、うん、あの自己というの主張があるわけです、うん、主張ね、意識があるかどうかはちょっと語弊がありますが、うんうん、自己 の主張は、あ、主張がある、みんなそうすると自覚なんてこともあるわけ自覚ということになると悟らないといけません、自覚はしとらんと、あ、それは細胞が自覚しとるといえば完璧に自覚しとるんですよ。あ、そうです。細胞のレベルで自覚というのがあれば、うんうんうん、ですからこう主張できるというのが生物のこの、うん、その、うん、この主張が極めて強いと、うん、いうことが人間に至る道です。しかしそれはやっぱりまた言うと連続的でしてね、いくらこの攻め立てられても不連続を見つけることはできないです。さっきですね、まあ、人間と生物の違いっていうのをお話しいたしますけれども、少し宗教の問題になってくるんですけれども、はい、あの生物を全体として生命あるものを全体として尊重する宗教っていうのをですね、はい、これは原始的な宗教だと言われておりますけれども、はい、アニミズムと申しますね、アニマルのアニミズムですね、私はそのアニミズムと反対というか、ある意味で対照的な概念としてヒューマニズムというのがあると思うんですね。ヒューマニズムというのはこれは人間尊重ですから、もう皆さん誰も反対する人はないと言われているんですけれども、しかしある意味ではですね、現在はヒューマニズムというのは行き詰まっておると。その一つがですね、人間尊重はいいけれども人間だけを尊重していいのかと、人間以外の生物との、ね、関わりなくして、人間は生きられないんじゃないかということがいろんな形で言われておりますよね、はい、それである意味で新しいアニミズムというようなことが出てきておるわけですが、例えばですね、これは仏教とキリスト教のある意味での違いにもなると思うんですけど、ヒューマニズムというのはこれは旧約聖書の創世記の初めの方にですね、神が天地万物を作った、もちろん神話でございますけども、はい、その時にその一切を作った最後に人間を作って、そして今まで作ったあらゆるものを人間の手に委ねると、人間に支配を許すというような意味のことを神が言っているということで、人間は万物の霊長であるというようなね、まあ、そういう言葉はないですけど、そういう意味のことを言っている。これはユダヤ教からキリスト教に受け継がれてきた思想なんですね。ですから、まあ、キリスト教っていうのはどちらかというとヒューマニズムの上に立ったヒューマンビーイング、つまり人間が神と関わるという、そういう思想ですね。ところが仏教の場合はですね、ブッダのですね、一番最初の言葉というか、一番古い仏典がございましてね、それスッタニパータっていうんですけれども、それの中にですね、ブッダの言葉として本当に言ったかどうかは分かりませんけども、まあ伝えられているのに中にですね、長いものでも短いものでも大きいものでも小さいものでも、目に見えるものでも見えないものでも、生きとし生けるものは全て尊いというふうにブッダが言ったという、はい、つまり象のような大きなものでも、のみのように小さいものでも、蛇のように長くてもというような意味なんですね。見えないもの、まあばい菌というか細菌というか、そういうものもまでも全て尊いと。でこれはアニミズムの立場に立っているわけですね、仏教的なものは。でこれがですね、今ある意味で対立というか、そういう関わりで論じられるようになってきていると。で岡田さんは生物学者でいらっしゃるわけですけれども、まあアニミズムっていうのはね、大変ご関心があると思うんですけど、それとヒューマニズムっていうのはどういうふうに考えたらいいか、これ非常に難しいもんね。今のね、はい、もうおっしゃったことは、私自身はアニミズムも何もそういうことは解釈できない人間ですけれども、その要点は、はい、本当に
ただいま20世紀から21世紀へ向かう生物の、はい、および生命の、はい、科学の、はい、一番重要な点と同じことですよ。ああそうです、はい、まだね、それが分かってない。分かってない人が多いんです。ああそうですか。相変わらずね、うん、あの生命生物というと人間を研究しとけという方向が強い、うんうん、これヒューマニズムですね、やっぱりね。そうだ、誰もノーと言えません、それに対して。どうもね、あの人間エゴサイエンスをやっとる、はい、あの傾向が強いのです、はい、でそれでずっと来たのです、はい、それは非常に、そのバックグラウンドは私がずっとこう見てきたわけですけど、はい、あのね、そこでね、何がそうなったかというと、はい、バクテリアから人まで通用する生き様、全部飛んでますけど、飛んでます、全部、うん、全部つながってる。つまりこれですからね、この生きとし、うん、ここで生命ですな、うんうんうん、生きとし生けるものの持っとる基本的メカニズムは同じであると、うんうん、いうことが、うん、20世紀の後半分かってきたんです、うん、あ、そうするとね、勢いバクテリア研究しても人に通じるということになりますから、それから人も分かるということになって、うんうん、でそういう時に非常に皆がたくさん使った言葉が生命科学なんです。ああ生命科学、それで私ちょっと生命科学ということはね、あんまり言わすぎないんです。そうです。それ人エゴを目指しとる。ああ、それ目指しとるわけで、必然的に人エゴの科学を作って、ヒューマンエゴイズムの科学を作って、うん、それで生物学は何であったかというと、うん、実はこの図の通りにですね、うん、まあ、これだけある生物の多様性ということが、うん、多様さということがあるということが全ての現実のもとであり、うん、それが好奇心の始まりとして来てるわけですね。はあはあ、ところがその場合は生物学ですが、そんな生物学は古いと、うん、生命科学はバクテリアから人までみんな同じやと、うん、しかも人様のお役に立つと、うん、そこでテクノロジーが出てきましたから、うん、というので、このまあ今や人エゴ生命科学と人エゴ生命科学が、うん、それは従来の生命科学に対する皮肉なような生物科学に対する生物科学か、あ、生物科学が頑張らないかんということを言うとるんです。ああ、そういう意味で頑張らないかんということを言うとるんです、うん、でアニミズムというのは、はい、まあ、簡単に私も翻訳してしまうと、やっぱり生物科学というのはそういうものの時に使う言葉やと僕は思っております。ああ、ああで生命科学というのはやっぱりヒューマン、ヒューマニズムか、ヒューマン、人間中心、人間中心の科学、それが今の現状ですね。本当はそんなことないですが、現状です、うん、で何よりもあの生命科学はそれでそれでよろしいんですが、生物科学を忘れたと。 あれは古い、古い、あれはもうむしろってきてまとめて集めてるだけで古いと、うん、です。だからどれほどロマンの世界があったかというようなことは科学としては古いと、うん、長い間思い過ぎたちょっと、うん、で今その半世紀に来てるわけです、うん、もっぺん多様性ということが本番である、うん、でその多様性が本番であるということは出てきた原因も動機もやっぱり随分人間的でしてね、うん、結局これは環境問題から来てるんだと思います。そうです、ね、そうです、その自然本、そうです。で生物の多様性とはどういうことかということに対して関心もなしにですね、うん、自然保護っていうものは実践、実践は疑われますな、うん、なるほどね、人間ばっかりのことばっかり学んできとってね、うんうん、それで、ここのトンボ大臣、ここのトンボ大臣生徒さ、生物と共存生徒いったら無理な話ですよそれは、うん、でまだあの生物を可愛がるだけでね、可愛い可愛いというだけで、うん、人間の営みを、人間の痛みに随分不便なことが起こっても、うん、これやるということはこれできんでしょ、うん、そうすると我々はその生物の多様性というものを本当にグローバルなレベルで、うん、もう一遍理解を、うん、できるだけたくさん理解を、できるだけ深く理解をして、うん、でどう折り合いをつけるかと、うん、折り合いをつけることだと思います、うん、僕生物学の時代というのは生き物の多様性というのが、うん、多様性を、うん、中核になった、うんうん、新しい科学を、うん、やっぱりこれは科学ですから、うん、でその科学を作り出すということが人間的要求に入っておりましたね、うん、入ってきたと、こういうことを、ね、世の中見とるんですけれども、うん、あの今ですね、この科学とね、うん、宗教っていうのがですね、従来は全然分野が違うし、それぞれそれを主にやっている人も違うと、科学者は宗教家ではないと、宗教家は科学を全然知らんというようなことだったんですけれども、
今や科学と宗教がですね先端で出会ってると、私は一つは宇宙論だと思います。ああそうですね、はあ、でもう一つはその生命論というか生命の問題だと思うんですね。それで従来のように科学と違った宗教、宗教と違った科学というのでいいのかというように思うんですけれども、はい、ですから従来の宗教は科学を排斥していたというか知らなかった、はい、従来の科学は宗教を知らなかった、あまりに無知であった、はい、それが今やそれではいけなくなってきたということじゃないかと思うんですけど、そのあたりでさっきおっしゃったようなね問題が出てくるんじゃないですか。そうです、はあ、はい、これは個人の問題と、その社会の集団としての問題でありますね。なるほど、個人の問題についてはもはや現在は、まあ、私は全く無宗教人でありますけれども、はい、その科学者の中に、うん、その敬虔な宗教人はたくさんおりますし、うん、逆もおります。逆はこのまま減っとるんだ。昔は科学は宗教人が作ったもんでしょ。まあ宗教から科学ができたんでしょ。昔はその科学の、つまり科学の、昔は科学はプロはなかったです。プロと言えるような集団は皆つまり聖職者ですね。そうですそうです。私ちょっとそれ今この関心があるので、私の分野そのものについて調べてるんですけど。ああ全部聖職者。いやそうですよ。いやね、一切の文化カルチャーはですね宗教から生まれたんです。分化していった、はい、で今やそのそれぞれ分かれて宗教は一つのカルチャーに過ぎなくなっている。そうですね。私は宗教っていうのはそんなに威張るようなもんじゃあってはならないと思うけれどもですね、やっぱりあの根底的な意味でね、いろんな文化したところのカルチャーをやっぱりある意味でですねこう統合するというか総合するような役割を縁の下の力持ちみたいな形で見えざる形で果たすべきじゃないかと思うんです。あのどっちが悪かったのか知りませんが、ちょっと大方に自分の本当に一番専門にしてきたテーマについてね、うん、ちょっと今起源までもう今実験しませんから魚の研究をちょっとしとるんです、はい、いかに修道院から出てくるかということにしかもインプレスされております、うん、それだけではありません。あの特に最近今ちょっと今調べてるこういうことあります。あの多くのね、はい、ミミズとかミミズミミズのね、えらい下のこと言います。ミミズとかね、それからプラナリアというヒルみたいな、あ小さそんな単位のやつはね、体二つに切ってもね、ちゃんと認識になります。認識になる、認識になる、うん、あのこれも修道院で発見されたことです。そうですか、はい、そう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 、はい、ミミズを二つに切ったらそれはそれぞれ二個のミミズになります、ね、そういうのの研究はもっと全部修道院から、修道院から始まったんです。それから聖職者が始まったんです。あでその聖職者の間の論議があるんですよ。それを僕らは読めませんけれどもね、うん、ちょっとそれを英語でまた調べた人間科学のね、今の科学というのもね、なんか専門のこういうテクニカルなことばっかりやっとるでないところもたくさんありましてね、 それを全部調べて本会だ外事までおるんですよ。そうですか。それ非常に面白い、うん、例えばこういうことの論議はいかがですか、ね、あのね、うん、これヒドラという動物、まあ、四畳の下等な動物を言うとなった時に、おっぽの方から頭ができてきた。ほう、おっぽの方からもね、ちゃんと認識でありますから、おっぽの方から頭ができてきた。そうするとね、宗教論争です。あ魂というのは、ソウルというのは頭に、脳にあるはずじゃん。それが古いね。そうそう、新しい脳が出てくる、うん、そうそう、新しくできた脳は神の恩寵を受けておるかとか、ね、いやね、それは昔のスコラ哲学というのはね、そういうことばっかりやったんですよね、うん、でそれがね、うん、実験しとるんですよ。つまり実験を伴ったところは科学やね、やね、うん、そういうのは非常に僕やっぱり人間のもと知性のあり方としてものすごい面白いと思います、うんね、それと同じことは二度と起こるわけないですが、うん、そのスピリットというのはね、うん、そのスピリットのあり方というのは、うん、やっぱり21世紀に向けて相当意味のあるスピリットでしょうかね。そう、私はそんな気がしますね。まあ錬金術がね、このように修道院からできてきたと言いますけれども、それで科学が発達したわけですけど、はいはい、やっぱり昔の宗教は総合文化だったわけね、はい、そうですね、うん、しかし生物の方で言うとね、うん、あのどの辺から、うん、どこらが一番宗教とあの科学が仲間があるのかというと、もちろん進化論です。ここに出たりはそうそうそう、ダーウィンがね、進化論、もちろん進化、そうそうそう、これは大きなやっぱりイベントだったと思います、うん、つまりやっぱりダーウィン以後とダーウィン以前というのはね、それとね、天文学だとコペルニクス、コペルニクスね、そうです、ね、この2つはね、やっぱりね、ですから宇宙論と生命論が今、ね、もっぺんこう接点を持たないかん、はい、ということなんです。はい、はい、今のところ宗教人の方は進化論を認めない宗教人というのはもうないはずなんですが、やっぱり
あるんだ、どうやっぱり折り合うかっていうのは難しいもんね、折り合いっていうのはね、妥協同士やった、はい、まあ今日のこのテレビは心の時代というね、はい、時間でございまして、はい、そしてまあ生命の意味というお話し合いをしているわけですが、例えばですね、日本の神道ございますね、はい、これは日本では非常に古い宗教でございますけれども、はい、その場合神道における生命観というのはですね、生命の反対はこれは命の反対は死でございますね、はいはい、この生と死を分けないという考えがあるんですね。ですからあの神道ではですね、死ぬということはまあ妙な言い方ですけどないんだと、うん、そして人間が死ぬんだけどもそれは死んだのではないと、ずっと生きてるんだと、まあ眠っているというか、そういうような風に考えるという考え方があるんですよね。それから仏教でもですね、やっぱりそういうところがございましてね、仏教もいろいろございますけれども、例えば道元というね、鎌倉仏教の禅の人ですけれども、この人が消防元蔵という有名な大きな本の中で生死というね、生き死にというのを言っているわけですけれども、そこにはですね、死から生に移ると考えるのは誤りであると、死の中にも始まりと終わりがあると、生の中にも始まりと終わりがあると、そして生から死に移るんじゃなくて生と死は同じであるというような意味のことを言っている、そしてその時に初めて仏の命にいると言っているんですね。でその場合の仏の命っていうのは、まあ仏教の真理というような意味もあるんですけど、その命っていうのは本当に単なる人間の生命というんじゃなくて、もっと大きなですね、宇宙的なですね、大きな命の中に入ることが、いわば死からの救いであり、新しく生きることだというようなことを言ってるわけですね。そしてキリスト教でもですね、永遠の生命というようなことを言いますけれども、私は永遠の生命というのは何もいつまでも生きるということじゃなくって、平たく言えば生きがいを持って生きるとか、生き生きと生きるとかいうことが永遠の生命であって、死んでもそこに永遠の生命というものがあるんだというふうに受け取るべきだと、こう私の考えで少しキリスト教会では少し変わった考えになると思うんですけども、イエスがですね、最後に十字架にかけられた時に、我が神我が神何ぞ我を捨てたまいしやと言って、神に捨てられたと言って死ぬんですよね。これは驚くべきことなんだ、あれだけ神のこと言われ後に言われるようになったイエスがですね。でそれを見たですね、いわゆる処刑しておる隊長がおりましたよね、ローマの隊長が、それが誠にこの人は神の子であったって感動するんですよね。だから神に捨てられたと言って絶望の声を発して死んだイエスを見て、誠にこの人は神の子であった、これは宗教のがパラドックスであるということだ、逆説であるということなんですけれども、このイエスの死の様をについて私はこう思うんですけども、最後にですね、イエスを信ずる者は最後にですね、神に捨てられたと思ってもよろしいと、まあ極端に言えば神を呪って死んでもよろしいということがイエスのその叫びを我々は受け取ることではないかという、普通のキリスト教はですね、むしろそのイエスの最後の叫びはですね、後にですね、イエスが復活することによって、これは人々に代わって死んだんだ、身代わりの死であるというようなことを言ってですね、その死を後に思想化するわけ、教義としてするわけですが、私はそうは思わない、むしろイエスが若身若身何ぞ我を捨てたまえしやと言って死んだ、そのことがむしろ我々人間が神も仏もあるのかというような気持ちになりますよね、時折。そういうふうにして仮に死んだって、癌で苦しんで死んでもそれでいいんだというね、保証のように私には思えるんですけどね。ですからそういうふうに宗教の生命観というのはですね、多かれ少なかれ生と死がですね、必ずしも異質のことではないと、むしろある意味で直接的な何にしても続いているんだと、これはご専門の分野立場から言ってもですね、不死といいますかね、生命の連続性といいますか、こういうことにちょっと重なるんじゃないかと思います。この生命の連続性ということが、生物の学問を学んだちょっとでもどのレベルでも学んだ方にとにはね、一番覚えておいていただかなければならない第一条なんですけれども、生命の連続性、案外それほど印象付けておりませんね。ねえ、なぜ生命の連続性が保障されるかということは、
それは増えるっていうことですから。増えるバクテリアですと自分の体が2つなら繁殖する。でその繁殖のために多くのここへ出てきますと、途中から発達しました多くの生物は体に2つの細胞がありまして、生殖細胞と、体細胞と、この要素でこの言葉で知っていただくのが一番大事なことなんですけれども、あまり分かったらあんまり知っておられない、上手に教えてないんですが、この大事なことを、大事なことを上手に教えないというのはね、やっぱり試験のテクニックと関係あるやと思いますが、つまり体生殖細胞は連続のものなんです。大事なものは知りますよ、大事なものは。生殖細胞というのはもうこれも連続のもので、断たれたらそれでしまいのことです。でしかも生命が一個も断たれたことがないと、いうことの一番最一番一つの物質的な証拠はね、生き物すべて遺伝暗号と遺伝の遺伝子として、DNA の信号を都合でおる。ああなるほど。はい。地球上にその命ある生物として、その設計図を、DNA 以外の物質に。書かれてる、RNA がちょっとあるんですか、書かれてる、それは核酸ですね、全部それを担っておる、これはいかに大昔から土地で邪魔もなしに連続してきたかという、それはいわゆる非常に単純な生物であれ、高等生物であれ、全部つながって間違いない、それで構造になってきますと、単純になくなると、生殖細胞と体細胞の違いが出てきますから、生殖細胞の方は連続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 でいって、いつか死につく死んだかということの言い方は、この場合非常に難しい、死んだというのは体細胞だけのことを言いますから。宗教でね、非常に大きな問題は死ぬということに対する、それをどのように克服するかと、死から救われるかという非常に大きな問題なんですね。特に人間にとってそうなんですけれども。今のお話だとですね、ある意味では死ということはない、いや、ある意味ではある意味では、むしろある意味では以上に原則としてはないというぐらい乱暴に言うても良い側面になります。ああそうですか。それは、ね、宗教と言っていいと思うんですけれども、この生まれ変わりという思想がございましてね、でこれはですね、柳田国男の説によりますと、故郷70年っていう彼の晩年の著作、自伝的な著作の中に出てるんですけれども、柳田国男はですね、自分は生まれ変わりということが日本人の最も基本的な問題だと、思想だというほど言ってるんですよ。そしてね、生まれ変わりっていうとすぐに輪廻転生と、そうなると仏教からだと思われるけれども、これは柳田の仮説なんですけれども、仏教以前、仏教は6世紀に日本に来たとされ、正式にはね、以前から日本にあったのではないかと、柳田に言わせるとですね、これは昔の古い老人に聞いてもわからないし、書物文献などに書かれていないけれども自分はそう思うと、これは柳田のすごく優れたところなんですよね。かなり主観的なんですけれども、そういうことを言ってるんですよ。これは単なる科学を超えた断言だと思うんですけど、それは直感なんですね。直感的に生まれ変わるという形は、死というものがさっきおっしゃった意味での死ではないという意味で生まれ変わっていく、これが日本人、日本人に限らないかもしれないけど、日本人にとって大きな問題だということを言ってるんですね。生まれ変わりということがね、それが仏教では輪廻転生というのはいろいろございますけれども、生まれ変わりはね、はい恥ずかしいほど科学そのものの話をします、科学そのものの話をします、細胞に生まれ変わりがあるということを証明したのが、私の50年の生物学の中の最大の業績でございます。あ、細胞に生まれ変わりがある転身がある、転身って私がそれは細胞分化、細胞分化ね、分かれる、細胞分化して筋肉とか何とかなっとるわけです、細胞分化転換と名付けた。転換変わる、それ日本語で書くときは転身と書いておりますもん。身が変わる、細胞ですよ、細胞がね、細胞でさえ、一旦例えば何か皮膚になるとか、肝臓の細胞になると、一生生きとっても、細胞として二度と他のものには変わらないと、変わらないいうのが定説なんです、それでそれほど見事に変わるではないかということですね。ああそういうことをおっしゃった、証明できたんです。証明できた、はい、全部の例ではありません、本当に考えたら変えられたのですが、この例では格も見事に変わるではないかというのを証明したんですが、そういう私にも大事で、それは一番私の重要な業績の一つなんですけれども、それは生物学では画期的な、それは画期でございましたんで、外国の本やから
大きな本2冊僕書いております、うん、そうですか。でその時に私は変わり方をね、うん、変わるとすればね、うん、さあ私はそこはちょっと機械的に解釈してるかもわからんな、うん、こういうことになります。変わるとすれば、はい、いっぺんご破産になって、ご破産、ご破産になって、うん、つまり A なら A の性質が全部消えて、うん、もうほどの卵みたいな状態になって、うん、それが改めてスターだけんとか B へ行くと、うん、いう変わり方か、うん、または A から、うん、そんなにか、そんなにもどもどりしなくても、うん、すぐ次行くかと、うん、B へ行くかというような時に私の考えは2つ目なんです。2つ目、うんうん、A から B、 我々は直接にパッパッと行けるんですか、うん、で細胞の命の続く限り、うん、変わり方一遍しか証明しておりませんよ、うん、じゃあ細胞の命が続く限り、うん、2年かあっても3年かあってもいいというのが、うん、私の基本の本になっとるんですからね、うん、そうでないと、そうでないとやっぱり生物全体を考える時の細胞の性質、そしていろいろ不便なことが起こるのでね、うん、私はそれでよろしいと思うと思うんですが、うん、やっぱりこんな転身とかね、うん、転換とかね、うん、あっちゃこっち変わる話はね、うん、ちょっとやっぱり今の科学の常識の人にはちょっと馴染まんとこあります、うんでもね、それを科学の問題として私もちょっと難しい感じがするんですけれども、宗教的に解釈すると非常に面白いですよ、ね、そうですね、宗教、もう宗教に助けを、いやいや、まあ、私がやったことそのものはもう、いやいや、オーソリティは認めていただいておりますけれども、いや、ですからね、さっき話しましたように宗教と科学は先端において出会ってると、そうです、それがこれからの新しい科学であれ新しい宗教だと、そこでね、うん、ちょっとその先端の出会うところでの出会いの時に少しその芸術とか芸術音楽とかの助けを借りませんかと僕は思っております。ああなるほど。でね、あのお恥ずかしいことですが、例えば今の私の最後の転身のね、うん、ことあの書いてあります、あの英国から出てる本のね、うん、プチはねエッシャーの絵なんです。エッシャー、ああ騙し、騙しやなエッシャーこんなん好きですから、うん、あそうそうです、いつまにはだんだんだん鳥が下がるんだね、うんうん、ああ転身って変わっていくんだ、どうかとかよくわからんけど変わっていく、そうそうそう、どうか、しかし、いや決して、いや私はね、科学と宗教ということをね、はい、申しましたけれども、ちょうど先生が科学者で、私がまあ宗教やってるということもあって言ったんですけども、科学と宗教にとどまらないので、はい、今言われて芸術です。芸術、借りましょう、このところは。あらゆる文化、そうです、これがやっぱりそういう新しい、問題は違うけれども、はい、領域も違うし、専門も違うけれども、はい、領域によって違うけれども、出会っていくというところでですね、私はまさに、生命の意味というのがね出てくると、それは新しい意味の発見だというふうに思うんですけど、そうやってほしいですね、はいはい、21世紀こそね、はい、そうですね、どうもありがとうございました、どうもありがとうございました。生命の意味、お話は京都大学名誉教授岡田時人さん、京都精華大学名誉教授笠原義光さんでした。